それでは初めての体験メールをご紹介します。トゥクニーからいただきます。滋賀県のトゥクニーから。この間長崎県の壱岐島に旅行に行き、初めて電動トゥクトゥクを運転しました。おトゥクトゥクで島を、駆け巡る時間は格別でした。皆さん運転してみたい乗り物、乗ってみたい乗り物はありますか？トゥクトゥクですよ。トゥクトゥクやん。だから名前トゥクニーなんやね。トゥクトゥクってあれ免許なんなんやろね。普通の車？それともでもタイヤは3つですもんね。確かバイクなんかな。あれって何免許なんねやろ。トゥクトゥクも乗ってみたいなと思う。確かにトゥクトゥクやったら俺取れるかな免許。免許今持ってるんですか？免許持ってないんです。しかもトゥクトゥク専用の免許取られるのもなかなか難しいねんけど。一発目トゥクトゥク取ろうかな。いや、でトゥクトゥク専用の免許は日本ないから。トゥクトゥク取って、自動車取ろうかな。なかなかおらんで、免許持ってる、思ってんで、何トゥクトゥク、トゥクトゥク、トゥクトゥク乗ってく、トゥクトゥク行くみたいな。トゥクトゥクでどっか行く行くみたいな。だいぶ難しいで。確かに。自動車免許なんや。あ、そうね。あ、じゃあ、普通に、だから免許取りに行けって。普通免許取ったらトゥクトゥクも乗れんねんな。なんかありますか？なんかでっかい。まあ、俺はちょっとバスの免許とか取ってみたいなと思う。で、運転とかむずそうじゃない？いや、絶対むずいよ。ね、で、駐車とか絶対むずいやんな。いや、駐車もむずいけど、まず右折左折だけでもさ。絶対むずい。あれ、なんか運転できたらかっこよくない？確かに。なんか移動中とかさ、ロケでさ、もし運転手の人がさ、あ、すいません、もう運転できませんってなったらさ、あ、俺運転しますよ。で、客席からね。客席ちゃう。そのライブ会場みたいなのやめて。普通の後ろの座席で。座席から止まりますって俺が運転しますみたいな、ね。かっこいいね。かっこいい。強兵ある？俺、そうっすね。僕は、船でもいいよ、全然。ロケット。はい。ロケット。宇宙飛行士になりたいってこと？うん。操縦したい。操縦したい。ねえ。ほんま数秒前はトゥクトゥクの免許取りたいとかさ、長ない？飛びすぎやって。飛んだですね。何？はい。ロケット運転したい。ロケット運転したいですね。やっぱこう、映画とかでもやっぱあるじゃないですか。今、やっぱも今、マッパやっぱみたいな。マッパやっぱ。やっぱがちょっと迷ってたっす。やっぱあるじゃないですか。そういう映画とかでも。例えばどういう映画ですか？やっぱロケット運転してる映画。俺これあんねん。ワイルドスピード。ワイスピってロケット運転してた？いや、運転はしてんけど、してないんかい。ロケットがいっぱい出てくる。してないんかい。そこはさ、してるアルマゲドンとかよくテーマあるやん、宇宙の話とか。だからロケット運転したい。ロケット免許欲しい。ロケット免許って何？ああ、確かに。だから要するに、宇宙船？そう。宇宙船。宇宙船を運転したい。宇宙船艦エマとなりたいですね。おお。待って、俺さ、京平と初めてなわけよ、このウブラジ。はい。京平と今までやってきた人すごいよね。キャッチボールできひんもん。俺がちゃんと胸に投げてんのに、全部右左小判。全部背面キャッチしてるっす。いや、背面なんや。はい。それは余裕すぎやろ。背面キャッチしてるっす。でも今までで一番波長あったのはやっぱ大橋和也くんですね。ああ、そうなんや。はい。それではやっていきましょう。何を出しよう？何を出しよう？こんばんは、なにわ男子の高橋恭平です。こんばんは、藤原丈一郎です。いつまでもうぶな気持ちを大切に、リスナーさんに笑顔を届ける1時間、なにわ男子のうぶラジ、今週も始まりました。始まりました。はい、ですね、年末です。年末よ、もう。もう年末です。もうあっという間に今年終わるね。お年玉の時期でございます。まあ、そうやけど。がっつりなかなか言わんよ。お年玉の時期やでとか。今年はいくらもらえるのでしょうか。いやらしいな。皆さんにねだってねだってねだりまくりたいと思います。視聴者の方ちゃうやんな。はい、先輩にね。ね、僕らもあげる立場ですから。そうそう、なんよ、なんか際どいっすよね。そうやで、ほんま僕たちのほんま。はい、ほんでいろんなアーティストの皆さんが出演する、長時間の歌番組が多く放送されています。我々も出演させていただくことがありますが、はい、舞台裏、他のジャニーズグループのメンバーやアーティストさんとの言葉を交わすこととかありますかと。あーでもなかなかね、こうすれ違った時におはようございますとか、そうっすね、なかなかあんまないっすよね。結構でもコロナ前とかはがっつり会話あったと思うねんけど、まあなんせ僕らデビューしたのがね、あの2021年ですから、なかなか結構喋る機会少ないんですけど、でも本番前とかはもう喋ったりはしますよね。てかこの前もなんかこうキスマイフット2の宮田君とかも僕にこう、うん、キョエちゃんあれ勝ったみたいな、毎回あの歌番組で被るとこう楽屋とかに来てくれるので。確かに宮田くんは常になにわ男子の楽屋来てるイメージある。めっちゃ来てくれるんです。なんか連絡してくれれば僕が行くのに、何ならもう連絡しないでニコニコしながら楽屋来てくれるから。優しいよね。めちゃめちゃ優しいです。その後も他のメンバーにも、おー頑張ってね、ありがとうねって言ってくれるのはめちゃめちゃ優しいです。さあでも
今年12月31日、はい、あのイベントがあるじゃないですか。いやもうそうっすね、大晦日、はい、紅白歌合戦でございます。ありがとうございます。どう今緊張度。いや緊張度っすよね。今なんかちゃんとこの文字絶対ちゃんと読まなあかんなと思って一瞬ちゃんと頭の中で言ったっすもん。頭の中で言ったってどういうこと。俺今日なんか普通の会話ができひんのよ。普通に喋ってたら全然使わんでいいのを、うん、なんか一旦強兵と喋ってるけ ど、一旦自分の頭で料理して、それで、あ、こう言ってんねやろうなっていう、一旦なんか誰か経由して喋ってる。誰や、普通のシュートできないんですけど、無回転シュートはできるんですよ。そう、こういうの、こういうの、こういうの。変化球の返事くんの。そう、こういうのやったらできるっす。こういうのやったらできるんじゃないね。紅白歌合戦です。ね。こういう、だから本当に僕たちとしてもやっぱりこう、目指してたところだったので、うん、やっぱめちゃめちゃ嬉しいですし、やっぱ初登場ということで、いい結果残したいですよね。確かに。会見、皆さん見てくれましたかね。なにわ男子初めて出た時に、大橋和也が、まあなんかよくわからへん、どうぞよろしくお願いしますとか。俺はあれも面白かったけど、その後の、じゃあそれでは皆さん、一旦、退出してくださいって言われた瞬間の、あれ、なにわ男子3段ぐらい分かれてて、で、京平が一番上やったんだよね。そうそうそう。それでは退出してくださいって言ったら、京平、めっちゃ早く退出すんねん。俺めっちゃ笑ったもん。じゃ、あれな、じゃあ、なんかこう、上の段がいろんなグループも含め3人、俺含め3人ぐらいやったんかな。うん。で、こう、まあ、最初こう、端っこで、こう、スタッフさんの方が、ちょいちょいちょいって、こう、こっち来てね、みたいな。開けてくださいね、って。ジェスチャーしてたのよ。うん、で、僕は緊張もあったし、うん、緊張半分もう、さっさ吐けなあかん思って、パーって行ったんよ。で、みんなも来てくれてるんやろなって、後ろを見たんよ。あ、そういう感じね、みたいな。一人もう、ベテランみたいな。はい、会見終わりましたね。おどすって。みんな足並み揃えてちゃんと行ってるから、うわ、やらかしたーと思って。一人だけ、女性アーティストの方と混ざりながら帰ってたから。エッグイスピードで帰ってたね。いやー、なんかそういうなんか思い出もありますけども、ぜひね、うん、大晦日の紅白歌合戦も皆さん見てください。よろしくお願いします。お願いします。というわけで今週もうぶな気持ちを忘れずにお送りしていきたいと思います。ここで今日の一曲目、皆さんにハッピーなサプライズが届きますように。もう俺あかんわ。届きますとように。もう。今日多分もうこのままのテンションでいくと俺京平と多分今日こんな感じでいくな。せやで、でも俺も俺に寄ってきてんで。それではここで今日の一曲目、皆さんにハッピーなサプライズが届きますように、なにわ男子でハッピーサプライズ。今日の担当は高橋京平、藤原丈一郎です。なにわ男子のうぶらじ。うぶらじ伝言版。なにわ男子の中尾健太です。西畑大吾です。スタジオにいるメンバーへの伝言ですが、12月、鍋が美味しい季節です。はい。おすすめの鍋料理を教えてください、いいね、ということです。はいはいはい、はい、あります。大吾君、僕はやっぱりもつ鍋かな。あ、もつ鍋好きですね。いいっすね。うん、歯型のやつとかね。あ、美味しいよね。ね、何が好きですか。僕はね、すき焼き。あ、何鍋ってわけじゃないですけど、すき焼き。まあ、すき焼きも鍋ですか。はい、が好きです ね。もうやっぱそういう季節になってきてますから。はい、なにわ男子も行きたいね。行きたい。ね。ね、鍋行きましょう、鍋。忘年会みたいな感じで。忘年会しよう。行きたいですね。忘年会は鍋、行きます。行きましょう。以上、長尾健人と、石畑大吾でした。よいしょ。なんか僕たちのね、この会で撤廃しようってなったんですけど、うん、なんか、自分たちがやったやん。はい。なんかもったいないような気がして。もったいないです、ね。なんか、二人、もう一人とかじゃなくて、二人とも鍋ギャグしてください。何やねん、それ。はい、何しなんなんそれ。お願いします。鍋ギャグお願いします。ね、適当。俺、マジで、俺、メンバー好きやけど、この裏地伝言版だけメンバー嫌いなんで、いつも。この瞬間ね。マジで。マジでわかる、それは。このコーナー始まって、おすすめの鍋料理を教えてください。あ、いいね。で、その後、なんか、強兵の合図地適当やったやんな。素晴らしい、みたいな。素晴らしいって。美味しい、みたいな。どうですか、なんかおすすめの鍋料理あります。おすすめの鍋料理。もうギャグできたな。鍋料理。鍋料理。鍋料理です。鍋料理はですね、キムチかな。あ、一緒。そう。僕、結構辛いのは苦手な方なんやけど。あ、苦手やけど。キムチの辛さとか、そういう、ガリとかさ、うん、そういう、辛子とか、うん、なんかわさびとかはいけんの。うん。キムチ鍋いいよね。そう、めっちゃちょうどいいよな。しかもさ、俺好きなのはキムチ鍋で食べた後、ちょっとスープをご飯にかけると、うん、またこのご飯も、ちょっとね、豚キムチと
合わせて食べる感じもして、うんうんうん、そういうの、しかもあと、冬って寒いから、温まるよね。そうそう、あと餅とかも入れちゃう俺。おぉ、え、なんかさ、韓国にさ、ある餅って、なんか細いさ、なんか、トッポギやっけみたいな、はい、なんか、バナナ切りましたみたいな。今俺、トッポギやっけって言ったやん。え、なんで信用してくれへんの？トッポギやっけ、あ、それそれトッポギって言えばいいのに、トッポギやっけ、あ、あの、なんかバナナみたいな。え、そんなごついアクリル板今置いてる。聞こえへん。そう、一瞬ごつかった。俺の声聞こえてない。聞こえて、あ、遅れてきた。遅れてきた。遅れてきた。そうそうそう、トッポギみたいなやつ。トッポギみたいじゃない、トッポギやね。トッポギ、そう。それ言って。今、トッポギやっけってスタッフさんにも確認して、スタッフさんも、うんってうなずいた上で、フル無視したよな。そうやね。ちょっと信用できんかった自分がおった。信用できん、ごめんごめんごめん。でもそういうの入れちゃうね。なるほど。まあでも確かに鍋は、うん、いや、キムチ鍋が多いかな。やっぱキムチ鍋妥当っすよね。うん。でも、定番。で、実家とかでもよくその鍋とか作ってるから。いいっすね、やっぱ温まる。そう、皆様ぜひ鍋食べてみてください。お願いします。はい、さて、ここらはですね、近況トークのお時間です。今日は藤原丈一郎から近況お願いします。はい、近況。やっぱりね、あの年末、先ほども言いましたけども、大晦日に紅白歌合戦が決まりまして、あとはいろいろ番組とか出させてもらえるじゃないですか。はい、そういった時に、まあ、メールとかいただきません？あの、まあ、家族だったり友達から。あの、おばあちゃんから、メールが届きまして。ありがたいですね。で、結構長文なのよ。もう8行から10行ぐらい。いや、おばあちゃんの長文は嬉しいよ。嬉しいね。嬉しいねんけど、やっぱおばあちゃん打ち間違いすんのよね。うわー、見たい。ぜひ聞きたい、それ。あの、この前、あの、多分、普通に言えば CM 見たよとかでいいねんけど、わざわざそれをコマンシャルって打ってきたのよ。でもそのコマンシャルっていうのも間違えてんのよ。コマンシアールって書いてて。コマンシアール見たよって。むずい言い方。でも、ワンチャン発音よく言ったらそうなるか。コマンシアール。コマンシアール。コマンシアール。あ、むずいなと思って。一番、これ驚きやったのはおばあちゃん。打つ前にこれ見てよって。あの、よく、大型特番ってよく聞くやんか。うん、はい、大きい番組のね。バッてメール来たら、あの、普通に大型特番ってあの、アルファベットの O やって、血液型の O 型特番やって、俺どんな番組なんと思いながら。ばあちゃん間違えんのよ。しかも B 型やしな、いや、そういうことじゃないね。B 型特番やからいいねとかじゃないね。O 型特番の大きい形じゃなくて、あの、まさかの血液型の方で来たから、結構俺はそういうのを見ながらクスって笑いながら、まあでもありがとうって思いで、送ったりする、まあ、ちょっと温かいお話です。なるほど。ある？こういうの。でも、自分が打ち間違いするからさ。確かに。俺は。だから俺、おばあちゃん側かもしれん。あ、おばあちゃん。だからこの前、大橋もあったよね。あったあったあった。あの時、あ、そう、なんか、ミッチーが、ここみんな違うよ、みたいなの送ってきて、俺が、まあ、陳謝って謝ったわけよ。そしたら、大橋が、シェイシェイって送ってきて、しかもそのシェイシェイも、あの、ひらがなシェイシェイやって。シェイシェイ。これって、あいつ意味わかってんのかなって。中国語シェイシェイって多分、大橋の中では謝ってるつもりなんですけど、ありがとうなんで、あいつ間違ってるくせに、ありがとうって言って。これ、あれ？これなんて思うん？これ、あれやでって、日本語でありがとうやでって、あ、そうなんや。え、じゃあさっきのジョークのあれなんなんって言ったら、陳謝謝ってんねん。ああ、なるほど、陳謝陳謝って言って。多分繰り返すんですよね。なんかそういうの。そういうとこあるんすよ。あるある。あるんすよ。はい、番組はですね、まだまだ続きまーす。なにわ男子のうむらじー。今日のメンバーは高橋恭平、藤原丈一郎です。なにわ男子のうむらじー。なにわ男子の高橋恭平です。藤原丈一郎です。なにわ男子のうむらじーをお送りしています。それでは5つメールを紹介していきましょう。はい、毛根のポテンシャル高めさんからいただきました。はい。ちょっと名前癖強ない？いや、毛根はそれ、毛根の気持ちも考えてあげよう。どういうことな。愛知県の方です。私は高校生になってから頻繁に祖父母のお下がりの服を着るようになりました。お、何十年もののダウンジャケットやコート、ブーツなど幅広く着用しますが、特に、祖父のもらったニットがお気に入りです。他にはないデザインの上、袖を通すと祖父母の温かい香りもして、唯一無二なお下がりの服がとっても愛おしく感じます。思い出に残るお下がりエピソードなどあれば教えてください。はぁ。恭平はどうですか？先輩から服とかもらったりします？え、僕もらいますよ。
僕こう結構僕ガツガツ行くタイプなので、あ先輩にちょっと服くださいよ、はい、みたいな、もういらん服あるんちゃうんすかみたいな、なんで怒ってんねんいらん服あるんちゃうんすかねえ出してください、え、ちょちょ、もうなんかもう最近もうふっかさんとかには、あスノーマンのね、そのテンションで行っちゃう、もうえスノーマンのふかさくんにはどんな感じなの、ちょっと俺ふかさくんやるから、はい、ふっかさんどうしたの、ふっかさんふっかさん、もういらん服とかあるんちゃうんすか何怒ってんの、いやじゃあもうさやっぱこう服とか欲しいわけなんですよ、うん。いっぱい持ってんじゃん。いや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 、って、ふっか兄だっていっぱい持ってるわけじゃないですか。いやいや。いや、だから、一つや二つや三つや四つや五つぐらいくれてもいいんじゃないかなって思うんですけどね。つったら、で、ちょっとツンツンな感じでいくんですよ。うん。くれてた、なんか、ふっか兄がくれたらかっこいいなーとか言ったら、次の日に、クリーニングして持ってきたったで。優しい。めっちゃ優しいやん。めっちゃ優しいっす。あ、じゃあ結構じゃあ先輩からもらう？もらいます。俺は、この前、お上がりいただきました。おはがき？お上がり。おはがきいただきました。それではペンネームとかちゃうねん。お下がりやろ？先輩から後輩にお下がり。うん、お上がり。お上がり？後輩からもらった。これ、リトル関西の大西風雅から、3着。うわぁ。しかも、お上がりって言うんや。お上がりって言うね。初めて聞いた。初めて作った。うわ。コート、あと、パーカーとロンティ。しかもコートってしっかりええやつやん。しっかり歌うやん。俺だから今年の冬、大西風雅のコートで過ごす。あ、しかもサイズも合うんやべ。そうやねん。あ、そう。いい感じなのよ。だからこう、後輩からもらえるし、先輩からももらえる。これもうめっちゃ最高やなって。この前大きい袋持っとったな。バレてたか。で、なんかいろんな人に自慢してたな。そう、自慢した。しかも衣装さんが、え、これ藤原くんのみたいな。あ、はい。って言って、お上がりでもらったんですよ。お上がり？やっぱそうなるっすよ。そう。えってなるっすもん。そう、だからいっぱいもらったりしてたので、嬉しかったっすね。まあ、だから来年。そう。大阪城ホールで関西ジュニアもライブあるんで。その時に僕らがお下がりを渡すということで。いっぱい持っていきましょう。行きましょう。いっぱい持っていきましょう。それでは続いてはこちらのコーナーです。シンクロクエスチョーン！はい。メンバーのですね、個性に関する質問に、二人同時にせーので回答。なにわ男子をよく知らないという方に僕らのことをよく知ってもらうコーナーです。はい。僕ら二人関係性は関係性ですか、まあなんかまあでも二人で大阪時代ね、プラス大橋で三人でラジオもやってたし、まあお互い分かりきってる、はい、一心同体三位一体みたいな感じのとこありますけど、一心同体三位一体みたいなとこ、なんかすごいですよね、そういう言葉がポロポロいっぱい出てくるの、はい、ポロポロ書き出しますはい、はい、初めて出会ったのはいつ、あ、まあその印象、まあそれはもうなんて初めて出会ったのはいつ、その時の印象はってありますけど、まあそれはまあ聞いてくれてる皆さんが考えてくださいはい、そんな二人ですから回答はシンクロしまくりのはずということで、はいはい、まあ、ちなみに回答が、シンクロしたらこの音が流れます、そしてシンクロしなかったら二人の関係が閉ざされたということでこの音が流れます、はい、どうですかな、割合的にはどっち多めですか、割合的今までですか、二人予想っすか、全部キラーンス、お、じゃあもう閉じることはないと、閉じることなんかあってはならんすよね、わかりました、任せてください、じゃあ信じますね俺、はい、僕がみんなに合わせていくんで、俺だけに合わせてください、はいみんなに合わせないでください俺だけに合わせてください、はい、わかりました、じゃあそれでは1つ目、藤原丈一郎と高橋恭平が初めて会話を交わした場所はどこそんなさ、口開けて鼻も開く顔すんのやめてくれよ。だって、どこやっけって。だってさ、いつの間にか隣にいたじゃダメ。だから、そんななんか、かっこいいやつが。え、場所は、初めて、俺多分、あれやと思う。はい。高橋恭平は俺に合わせてくれるわけですよね。そうっす。会話をし、はい、きますか、はい。3, 2, 1せーの、マイジャニ。松竹座。あ、そっちか。どっちやろ。松竹座か。ワンちゃん大阪そっち、松竹座じゃないんかな。いや、俺多分、マイジャニ大阪でね、関西ジュニアがずっとやってた番組、マイドジャーニーって番組、ね、そこで多分喋ったと思うねんな。喋った？だって結構離れてる、もう入った時と言ったらジョー君、俺となんかもう全然歴も離れてるわけだし、うん、もう言ったらこっちからするとお兄さんなわけじゃないですか。何歳で入った？俺中3っす。だから14とかか。その辺か、14、15ぐらいか。14、15ぐらいです。うわぁ。で、入ってすぐに多分、春の松竹座ぐらいだったんですよ。うわ、松竹座やったんかな、どうなんやろ。でも、前じゃに初めて出た時はすぐやったよね。すぐやったっす。松竹前やんね。松竹前っす。そっちかなぁ、どっちなんやろ。いや、やばい。覚えてない、もうこれは分からへん、ほんま。
いや、次絶対合わせよう。ね。これちょっとイリギュラー。これはしょうがない。まあ、間違える、うん。みんなもだってこれ当たられたら間違えるもん。開き直り早いなはい。なにわ男子史上、最大のピンチといえば、どんな出来事？ピンチ？ピンチ。なにわ男子って？なにわ男子史上。だからこれは、なにわ男子で考えるってことですよね。そう、グループで。グループやな。いろんな角度からの最大でいいってことやな、これは。おー、ちょっと難しい方向に持っていくんやめてくれへん。はい、俺あれやと思います。つい最近俺は。今年？うん、俺はね、ヒント。今年。これで合わせて。はい、いける？はい、よっしゃ。3、2、1。せーの。高校で名前呼ばれた時。まずちょっと俺から言っていいですか？はい。僕、藤原丈一郎的には、空港で、飛行機が飛び立つ前に、ピンポンパンポーンって、道枝俊介様、その他6名、完全な庭男子やったのよ。あったな。ミッチーの名前言ったから、ま、何人かファンの人も、ま、登場される予定やったから、え、ミッチーみたいな。今から行くんや、みたいな。しかも6人え、めっちゃ何は男子やんって。そんな感じがあったのよ。そう、北海道行きの時。ありました。あったね。我々は、あ、すごい、空港に鳴り響いてるぜ、と思ってた。いや、ポジティブ。名前売れたぜって。そう、名前が売れたぜと思ってたけど。え、京平はなんて言ったの？え、高橋京平の遅刻癖。笑えへんねんけど。すいません。なあ。はい、すいません。ほんま。やっぱここら辺で。毎回さ。はい、この辺で笑いにしとかんと。いやいや、もう笑えへんから。笑っていきましょう、みんな。もうめっちゃ遅刻してるよね。ニコニコしていきましょう。しかも遅刻したのになんか、マジ平然と、なんか、あ、うんす。エレベーター来なかったんすよね。って言って。なんか、遅刻した後のすいませんまでは前までよかったんですけど、その後のなんか、小芝居入るようになったんですよ。ああ、携帯充電器入れてたしな。あ、エレベーター来んかったしな。あれ？え、11時に廊下？え、下？どっちっすか？はい。どうなんあれ？あれですね。ちょっとなんか、いろんな、やっぱこう、年を重ね、そういうのを覚えちゃう年頃ではありましたね。21、2の代は。はい。だから2023年。はい、2023年は、はい、遅刻はしません。遅刻をしても、変なことはいません。あ。はい、ちょっと待って、今保険もかけたよな、ちょっと。遅刻はしてもって。いや、変なこと。遅刻しませんで。遅刻一回したらどうする？遅刻一回したら。じゃあもう毎回遅刻したら、裏地出るために遅刻ギャグをやるってどう？あ、じゃあ挨拶するとき、はい。どうも遅刻大好き高橋京平ですって言います。オッケー。はい。やっぱ遅刻大好きってやっぱ良くないじゃないですか。絶対あかん。そう、僕も見たくないんで。そんな自己紹介をさせないようにちゃんと起きてね。はい、任せてください。わかりました。ありがとうございます。じゃあ続いて。藤原丈一郎が2022年一番仲良くさせてもらったジャニーズグループのメンバーは誰？え、どういうこと僕がこのね、2022年一番仲良くさせてもらったジャニーズグループのメンバー。グループだから、どこどこの誰々。先輩後輩ってこと、どっちもってことか。なんでもいいよ。一番仲良くさせてもらった。え、誰やろう、ね、まあだから雑誌とかでよくプライベート誰々と遊びましたとか、そういう会話を、まあ、聞いてるのか、はたまた雑誌を他のメンバーのね、プライベートとかそういうのをしっかり把握してるか、自分以外にもメンバーのことが興味あるかっていうこのシンクロクエスチョン。いや、俺はこの人しかおらんかな。お、はい、じゃあグループの名前な。はい。じゃあ、それではいきます。3、2、1。せーの。関ジャニ∞横山大輝。一文字目からちゃうかった。かじゃーって。そう、僕は、エイトさんで。はい。横山くん。横山くん、なんでですか？やっぱこう、最近だって野球観戦とか一緒に行くって言ってたし。あれね、年一なのよ。横山くんって。年一か！そう。なんかさ、もう俺2回行ってるって言われたからさ。俺これ、京平ならいけると思ったのよ。なんでかって言ったら、僕とシゲと、あと、流星、大西流星、三人で旅行行った時に、たまたまその旅行先が京平もプライベートで友達と旅行行ってたらしくて、っていう情報を知ってたから、絶対行けたはずじゃないよ。いや、知ってたのよ。いや、だから、重岡くんも言おうかなと思ってんけど、なんかジョークイコール重岡くんは結構まあ、ありありやから、いや、ありありでええやろ、一番仲良くさせてもらった。なんか2022年度やから、うん、なんかちょっと新しめの基礎やなと思って、うん、なんかちょっと最近横山くんのエピソード多めやったから、横山くんにしちゃった。ちょっと待って、一回も会ってへんやん。やばいやばい。これ一回ぐらいは、そう。
当てよ。そう。まあ、でも、関西グループっていうとこからしたら今のも正解ではあるけどね。いや、フォロー早いよな。甘いし、自分に。続いてはですね、高橋恭平が2022年度、一番仲良くさせてもらったジャニーズグループのメンバーは誰？おー、じゃあさっきの恭平バージョン、ね。俺バージョンですね。これ悩むな。いや、でもいけますよ。俺いけるっていうのもおかしいよね。ね、俺より先にいけるって思ってんのは素晴らしいですね。素晴らしい。素晴らしいですね。おー、はい。うん。はい。はい。3, 2, 1. せーの、ストーマン田中樹。ちょっと待ってよちゃうやんけ。今、スーがあった瞬間来たと思ったけど、完全に俺の方が、ストーンズやけど、ストーマンてか俺も合わせに行ったろうかと思ったけど、もう無理や、スーマン。え、誰やったんです、ストーマン。深沢くんす。あー、深沢くんね。そう。やっぱ、樹くん、田中樹くんは、でも仲良くもさせてもらってるけど、どっちかっていうと憧れの方が強いんで。マジで、一緒にね、ゲーミングチャンネルとかさ。そうそうそう、そう、やってるイメージあるからさ。やっぱね、なんかフラットに、何もなしに考えてし、考えず喋れるのは深沢くんなんですよ。先輩やなっていうのを含めて、普通にフラットに喋れるのが深沢くんなんで。うん。なんかもう、だからほんまにお兄ちゃんみたいな感じ。うわ、そっちか。そう。やっぱ、ジュリ君はね、憧れやからね。なるほど。待って、全然当たらへん。一切当たらんや。まあでも。絶対当てたいねんけど。まあでも、S っていう、最初の文字当てたし。甘いな、ほんま。合ってるっていう。来ましたよ。はい。藤原丈一郎が行ってみたいと思っている海外の国はどこ？やっと、あんま口にしやんやん、海外とか。やっぱ日本めっちゃ大好きな人やからさ。日本のことばっか言ってんねんな。海外なんかなかなか口しやんしな。マジ、これ難しいでな。じゃあ、一個だけヒント言っていい？一個だけ。これこそヒントさすがに欲しい。これは。なんか情報がなさすぎる。行ったことあるとこは言わないですから。はい。行ってみたい。行ってみたいからね。まあ、やっぱり、一度は行ってみたいよね。うわぁ、それ人の価値観で近くない。なんかここ行ってみたい。ここ行きたいみたいな。まあ、俺と言ったらっていうのもあるし。はい、もうこれ大ヒント。行けますね。あ、じゃあ、はい。はい、はい。お、行ける？はい。しゃ。3, 2, 1. せーの。アメリカ。自分の女神。国ちゃうやん、国ちゃうやん、論外なあ。自由の女神。惜しい、アメリカでよかったやん。自由の女神、あ、そう、アメリカ。国じゃない、分かる人は分かるかもしれない。もう違う、分からへんね。国を答えなあかんねん。じゃあ頭の中で、あそこ、あの国って何やんねんけ、何が有名やっけ、あ、自由の女神、自由の女神って。違うねん、国やねんって。全然合わへんやん。いや、まあでも、あったっちゃったよね。合ってないねんって。合ってないのよ。惜しいとかこのクイズないねん。ないんか。合わなあかんねん。なんでな、なんで合わへんの、なんで合わせてくれへんの。いや、俺が言いたいっす。こっちのセリフやわ。今の絶対サービス問題でしたよね。藤原丈一郎といえば、あ、野球やな、あ、メジャー行きたいんやな。そう。思ってん。メジャーや。でもメジャーは、そうあかん。でも、あの国って何あんねやったっけ、何あんねやっけってなんでなるん。え、もうヒントをさ、言ってんのに、なんで自分でまた違うヒント出すん。え、違う、なんかあの国何が夢やったんやったっけ、めっちゃ、いや、個人的に気になったの。うん。そう。で、あ、自由の女神、そうやん。あれ、アメリカやと思って。そう、そこでいいね。回答すんのアメリカでいいね。で、国やから。自由の女神のが、ちょっとは、思いついたひらめきがでかかったから。違うわ。自由の女神いっちゃったよね。え、サービス問題もう一問くれるこれ。サービス問題いきますか？やった。アメリカで有名なものといえば、まあ、自由の女神以外で。あー、はい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 。これはこれで俺は難しくない？アメリカで有名なものといえば。じゃあ自分が今アメリカにいると考えてください。自分がアメリカにいる？アメリカ。アメリカにいてください。はい、はい、はいはいはい。え、パッと出てきた？はい、僕は全然出てきます。え、どういう系？ちょっとそれ表現してよ。でかくない？でかくない？ない。小さい？え、結構、うん、フォルム的にはちっちゃい。あ、来た。来た、俺いける。小さいやんな。小さい。オッケー。小さいもの言えばいいんやねんな。小さいもの言えばいい。オッケー。3, 2, 1. せーの、ハンバーグ。そっちかい。なんでやねん。絶対ホットドッグやろ。絶対ハンバーガー。絶対ホットドッグやろ。だってハンバーガーのイメージあるやん。みんなこうやってさ、もうガブってかぶりついてるイメージあるやん。そっちか。本場のイメージない？なんかハンバーガーって。いや、待って。しかも、大きくないって言ったから、うん、俺なんか建物とかな、建物系かなと思ったけど、強兵の答えから絶対小さいって食べ物系やな。そう。来た！ホットドッグやって。そう、そこまでいいやん。パン生地にだってさ、うん、何かを入れてるものや、具材。うん、それ、そういう節で合ってんのよ。なんか絶妙に合わんよな。そう。まあ、だから、
言い返せば、合ってっちゃ合ってるんですよ。言い返すな。言い換えれ。だから俺らはストレートでは合わないです。カーブとシンカーみたいな感じです。なんだ、言い返せばって。言い換えればやろ。言い返すなよ、スタッフさんに。急に。反抗期な。はい。すいませんでした、はい。まあ僕たちはこんな感じでございました。はい、以上、シンクロクエスチョンでした。さあ、ここで一曲お送りしたいと思います。なにわ男子で、冬がくれた宝物。今日の担当は、高橋恭平、藤原丈一郎です。なにわ男子の、うぶらぎ。なにわ男子のうぶらじをお送りしています。それでは一つ目、メールを紹介したいと思います。ラジオネーム、はるなさんからいただきました。私の前世は亀だと思います。おいきなり。亀を飼っているのですが、亀を見るたびに懐かしいと感じてしまいます。それだけではなく、亀だった頃のことも覚えています。なにわ男子の皆さんは、前世は何だったと、皆さんは、6分の前世自分自分、手書きでお便り送られてきました。違いますよね。しっかりと、パソコンで打ったやつやから、絶対読み間違いはないけど、はい、自分の字を 6に見えたん。はい。たまにありますよね。自分の字が6に見えるときって。ないやろ。みんなも、そういうときあると思う。これあるあるにしといていいよ。みんなのあるある。字が6に見えちゃうとき。はい、6分前のって、はい、6分前は自分やろ。まあ、でもそういう考え方もあるかもね。6分前の前世って何やと思うみたいな。いや、藤原丈一郎の6分前、藤原丈一郎やわ。いや、わからへん。6分前になんかアリと喋ってたかもしれん。ほんならアリかもしれん。で、何すか言いたいのは。自分の前世は何だったと思いますかっていうこと。自分の前世？はい。あります？俺の前世、結構なんかね、2つあります。おぉ、なんかその思い当たる節はあるってこと？なんかこう、見た目からよく似てるのと。おぉ。一つは何じゃん見た目。一つは、見た目がごぼう。あ、ごぼう前世。はい、ごぼう前世です。細いし。はい。で、よくミッチにごぼうって言われるので。はい。はい。で、ごぼう。もう一つは？もう一つは、ドーベルマンですね。ドーベルマン？はい。もうそれもなんかシュッてしてて。うん。で、黒で。で、こう、運動神経いいみたいな。ああ。なるほどね。そっち系ね。そっち系っす。自分の前世ってほんま、まず、動物かどうかもわからんもん、ね、確かに。何に来るかわかんないですからね。一番なんかあれじゃない？動物とかやったらかっこいいやん。ライオンとか、うん。自分の前世調べてさ、出てきたらさ、自転車のサドルとかやったらめっちゃ嫌じゃない？やばいっすね。あ、俺前世サドルやったんやん。でも目回らんくなりそうっすね。あんだけ焦がれてたら。なんでそんな全部いろいろ考えるの？あんだけ毎日焦がれてたらさ。しかもそれペダルやんね。俺が言ってんのサドル。座る方の。ああ。ちょっと今日早めにブラジ終わろうかな。いや、もうカロリー高いわ俺。あがんで。まあまあ、サドルもペダルもニアピンショーやろ。全然違う。ほんまか。全然違います。じゃあもう、じゃあ続いてのコーナー行っちゃってください。はい、続いてのコーナー行きたいと思います。関西を盛り上げたいねー。なんすか、これは。こちらはですね、地元関西を盛り上げたいと思っている藤原丈一郎、僕が愛するオリックスバファローズの本拠地が前になれば、おのずと関西は盛り上がるという、はい、前回このコーナーをね、お送りしたんですけども、君の声を遥か届け。おい、はい、鼻かきながら聞くな。すいません、鼻がかよかったもんね。この日本一を決める日本シリーズに進出する前やったんですよ、前回お送りしたのが。はい。そしてですよ、日本一になってから、うわ、この企画戻ってまいりました。また違った意味がありますね。もうなんかすごいですね。そうなんですよ。もうとりあえずオリックス盛り上げたい、皆さんの案をいただいて来年以降にこれどうですかみたいな。確かに。まあでももう盛り上がったんじゃないですか。いえ、まだまだもっともっといろいろなね、アイデア、イベントをね、皆さんから送っていただいてるので、早速紹介していただきたいと思います。はい、じゃあ恭平お願いします。はい、愛知県のアミさんからいただきました。突然ですが、キスカムってご存知ですか？キスカム？め、恭平知ってる？俺知らんす。俺も知らん。キスカム？なんか新しいジャニーズのグループかな。いいそう。メジャーリーグの休憩タイムに行われるんですが、はい、お客さんの中で、恋人っぽい二人をカメラで勝手に映してキスしてもらうチャレンジです。ほー、あー。恋人やご夫婦だとキスして周りも盛り上がるんですが、まだ付き合っていない二人だったり、姉と弟だったりしたら無理無理ってリアクションがまた盛り上がる、お客さん主体のイベントです。日本人はなかなかカメラの前でキスは難しいと思うので、キス or ウブラブチャレンジ。
はどうでしょうか。キスするのが恥ずかしい人はウブラブの振り付けをして乗り切ってもらいます。あんな恋がしたくてのところだけでも踊れるようになってもらえれば、オリックスの知名度もなにわ男子の知名度も相乗効果でアップしそうです。ああ、いいですね。ですって。やっぱメジャーリーガーではメジャーリーグではやってると。やってるんですね。なんやけど京平が一瞬ね、なんかわーとかってなんかちょっと発音よく言い出したね。あ、すいません、やっぱこう出ちゃいました。出ちゃった。はい、出ちゃいました。やっぱいつも抑えてるんですけど、たまに出ちゃうっす。いやでもなんかいいっすよね、こういうの。海外とかでも確かによく見るのよ。確かに映った時にチュってして、そう、やっぱ海外とかハグとかキスって結構、うんうん、フレンドリーな感じ、ね、そうそうそう。まあ、これも面白いけどね、日本はなかなかしないからこそ、うんうん、そういうのもやってもいいかも。だからこうね、振り付けを踊ってくれたらいいんじゃないですか、うん、って言ってくれてるわ。これね、なんかそういうのもいいけど、なんかなにわ男子も踊ってるカップルだったり、あとはご年配のね、夫婦の方も踊ってくれたら嬉しいですし、うんうん、こちら採用。素晴らしい。今の採用のトーンはガチ採用のトーンやから適当やなほんまじゃあ続いて埼玉県のくす玉星人からです。もしかすると、オリックスはもうやっているかもしれないのですが、球場内に牛を放って牛から逃げながら野球をするというイベントはどうでしょう。ちょっと待って。採用！うん、絶対あかん。なんで？絶対あかん。まあ、確かにオリックス、ね、バッファローって意味で牛が出てくるのがあるけど、牛を放って牛から逃げながら野球をするイベント？で、わかんない。どのぐらいの大きさかも言ってないよね。なんかもう大人の牛とかも言ってない。だから子供の牛とかやったら、可愛いねーって可愛がりながら、なんならほら、掲げ上げちゃって、こう、片手で牛抱えながらキャッチしちゃうとかもある、ね。絶対うくないの。しかも、難しそうならっていう二つ目の案が出ます。難しそうなら、俺に入れた闘牛に見守られながら野球をし、いつも B ガールズによる、チアですが、その日はお客さんにカスタネットを配って闘牛ショーとフラメンコのハーフタイムにするのはいいかもしれません。難しそうなら抽選で当たったお客さんにめっちゃいい牛肉をプレゼントするのはどうでしょうか。めっちゃ牛やん。牛牛祭り。でもいいいいんじゃない。よくないやろ。全部いけそうやったけどね。いややろ。プレーボール。もうとか言ってた。嫌やん。でもなんかもうなんならもう牛さんに。司会席行ってもらうっていう。絶対嫌やろ。もうしか言わんやん。そう。もう、司会者、牛。牛が、すごい可愛くない？牛がこうやってさ、あれ、イヤホンじゃないわ。ヘッドホンバッてつけてさ、で、マイクこうやってて、もう、でねで。お前だけやぞ、今盛り上がってんの。よう、この、牛をグラウンドに入れるって話で、絶対無理ってなるところ、面白くない？ヘッドホンつけてさ、もう、とかって。な、いや、急にスイッチ入るよな。はい。今それまではそこまで盛り上がってなかったと思ったら、牛の話でムーってめっちゃおもろない。でこの人すごいわ。俺のハマるポイント知ってある。いやこれね、ちょっと牛を放って野球するとか闘牛に見守られながらっていうの難しいですけど、最後の抽選で当たったらめっちゃ牛肉をプレゼントする、ね、これいいじゃないですか。確かにそれはありそう。これだけ採用。それちらも採用。そちらだけ。そちらだけめっちゃいい牛肉をプレゼントだけ採用します。あ、それだけか。はい、じゃあ続いて、はい、続きましていきたいと思います。宮城県、俺らの心の拠り所サナさんからいただきました。はい。オリックスの選手やスタッフさんによるプチドラマを球場で撮影してイニング間に1話ずつ流すのはいかがでしょうか。おう、1試合で2話くらいずつ流して、その試合ごと完結にしたら見逃しにもなりませんし、毎試合流すのではなく時々にしてみたら他のお話も気になってファンの方もまた足を伸ばすのではないでしょうか。お仕事や学校などで試合に行けなかった方には後日インターネットなどで配信という形にすれば推しの出演を見逃すこともないと思います。いいね。イニドラや。イニング間ドラマ、イニドラ。いいやん、それ。めっちゃいいやん。なんか、新しいな。選手とかが、お前なんでやめんだよ。ホームラン打ったら、やめんだよ。で、そこでいきなり外国人バッターとかが出てきて、次、出ますよ、とかそういう。うるせえ、わかってんだ、集中、はっ。それ、アニヤさん出すなって。全然関係ないから。やっぱり、野球。自分の得意なモノマネを急に出さんといて。はい、ああいうのって振られたらやるのよ。すいません。やっぱ野球っていうところで観点が、あっち。なるほど。はい、合致したのね。いやでもこれちょっと面白いかもしれない。確かに。逆に来ていただいた方に、アフレコとかどう？映像で。なんか球場のビジョンに出てくる、まあ、選手のアフレコをしたりとか、そういうのも楽しそうよね。確かに、新しいこれは。なんかお客さん巻き込みでとか、あとは選手巻き込みでっていうのもいいと思うので、こちらも。採用。ね、さっきの牛と同じぐらい多分現実味は高いと思う。お前牛好きやな。牛大好き。
え？俺なんか今日変な冷や汗出てくるもん。え？これが生放送じゃなくてよかったと思って。いやいや、生やったらみんなおもろいでもっと。いやいや、もうでもいろいろなね、お便りいただいて皆さん本当ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、以上、関西を盛り上げたいねんでした。今日のメンバーは、高橋恭平、藤原丈一郎です。なにわ男子の、うむらじ。なにわ男子の、うむらじ。今から5年後、あなたは何をしてどんな風に暮らしていますか？5ヶ月先ならすぐ答えられそうですが、5年後だとどうでしょう。人生の景色がちょっとだけ変わっているかもしれない。未来に思いを馳せて手紙を送ってください。5年後の私へ。5年後の自分に向けて書いた手紙を紹介するコーナーです。リスナーさんと一緒にちょっと先の未来について考えていきたいと思います。はい。青森県の15歳、俺らの心の拠り所、サクさんからいただきました。20歳の私は夢に向かって頑張っていますか？現在15歳の私は5年後20歳です。今の私の夢はスポーツに関わる仕事をすることです。私は昔から運動が苦手で、小学校では吹奏楽部に入りました。しかし母の影響で小学4年生の頃からバスケットボールを見始め、選手を支えるスタッフの方を見て憧れるようになりました。そこからスポーツに関わる仕事をしてみたいと思うようになりました。現在私は地元のプロバスケットチームでボランティアとして運営などの活動に参加しています。ボランティア活動にやりがいを感じ、より選手を支えたいと思う気持ちが強くなりました。私はこれから高校に入り、専門学校へ進み、スポーツチームのマネジメントを学びたいと思っています。大変なこともあると思いますが、夢を叶えるために努力してほしいと思います。20歳の自分に期待しています。いいね、なんか最後の20歳の自分に期待しています。言ってみたよ。あ、でも15歳の時ってまあ中学生、まあ高校生ぐらいでも、やっぱこう裏方に回るって、うん、やっぱ最初なかなか思うことってないよね。難しいよね、そっちの自分で考えるのって、うん、表に立ってその時に裏方さんのあの気持ちとかを分かって、うんうんうん、あ、自分も支えたいなって思ったりするけど、もうこの15歳の段階で裏方でその15歳でそっちっていうのはすごいですよね、うん、いや僕らもやっぱこう表立つ人間として、やっぱ裏のねスタッフさんとかの支えがあるからこそ出れるっていうのもあるし、なんかそのありがたみも分かる分、あのサクさんにはね、なんか最高の裏方というか支えれる人間になってほしいなと思いますので、はい、ぜひ5年後どういう形になってるか分からないですけども、あのサポートできる人間になってください。よしよし。今夜もたくさんのお便りありがとうございました。ありがとうございました。セクシーゾーンでギュッとでした。今日の担当は高橋恭平、藤原丈一郎です。なにわ男子のうむらじ。エンディングでーす。番組ではあなたからのメールを募集中です。すべてのコーナー宛先はこちら。なにわアットマーク 1242.com。なにわアットマーク 1242.com。なにわのスペルは NANIWA 小文字です。メールを募集中のコーナーは番組のホームページに一覧が載っていますので、一度目を通してみてください。お願いします。さあ、ここからお知らせです。なにわ男子の最新シングル、ハッピーサプライズ。皆さん、聞いてくれましたか？ありがとうございます。まだ聞いてない方、ぜひよろしくお願いします。お願いします。まあ、その他僕らのね、最新情報はオフィシャルホームページでチェックしてください。はい、さらにですね、来週の放送は、自分何言うてんの、うぶらじ名言大賞2022をお送りしたいと思います。なんすかこれ、自分何言うてんのスペシャルとか。はい、あの名言もだから、迷いに言葉と書いた。はい、あ、
なるほどね、はい、あ名言じゃないっすね今日高橋さんだけでも3つ4つ出たよ。いやいやいや、あっちは違う、ね、本当の名言の方っすから。いや違う違う、あれ迷ってる、言葉の方っす。言い返せばとか、いやいやいや言い換えればやろうって、いやいやいや、あれはもう入ってるよね。いや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 、絶対入る。でもあれですか、これは結構皆さんからもこういうのどうですか。そうですそうです。あ、なるほど。いろんなものをやっぱこうお便りでいただいてるので、はい、まあ、だから今年のグラジオを聞いていて、まあ、え、自分何言ってんのと思わず突っ込みたくなった迷う方の名言を大特集ということで。なるほど。だからこれはもういろんな回ありましたから、はい、もうそれを丸々引っ込めてこの回に丸々引っ込めてって言ったら今引っくるめて丸々引っくるめてです。はい、はい、丸々引っくるめて、もうこの名言大賞2022に入っておりますので。わかりました。はい、ぜひ聞いてください。いや、これなんか緊張すんな、俺何言ったっけとか。自分が出てない回ももちろんあるからな。そう、でも何がトップされてるピックアップされてるか分かんないので。うるせえスタッフさんが隣におったわ。うん、伝言版の鍋ギャグはどうなったのって。あ、俺鍋ギャグで終わったんだ。いや、あれは俺がフォローしたってんだよなだから鍋ギャグで終わったのね。鍋ギャグって何なの。鍋ギャグ書いてもらっていいですか。それで俺らがそのテンションで、いつも俺ブース内にいるウブラジスタッフさんに鍋ギャグ、あのギャグやれって言われた時にいつも考えてもらってるんだ。それいいっすね。で、いや無理ですよって普通なるやんか。もうペンが進む進む。確かに考える時間じゃなくて普通にもう書く時間やもん。あの書いたやつ読むじゃんけんしよう。どっちがやるか。せーの、最初グーじゃんけん。はい、じゃあ京平さん俺が読むやつね。結構しかも長いねん書いてることがおい、ギャグの長さちゃうでこれめっちゃ書いてる。すごい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 、すごいわ。小学校来ました。じゃあ小学校作文で京平か、あのウブラジスタッフさんが考えてくれたこの鍋ギャグを全力で。お、それでは京平鍋ギャグお願いします。持つ鍋ギャグいきます。ペットボトル持つ、ペン持つ、椅子持つ、うー持ってな、力持ちになりたい持つ鍋、はい、鍋ギャグ、鍋ギャグですね。これ、あ、ま、もう、あ、何一人だけもう先に始まってる名言。すまん、迷う方の。あ、すまんすまん。いや、なんかちょっと怖いな、また来週も。いやいや、怖いですけども、皆さんも楽しみにしておいてください。ありがとうございます。はい、なにわ男子のウブラジ、お付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は高橋恭平と藤原丈一郎でした。バイバーイ。